房総にあります浦河町の今の様子です。今ちょうど台風が急速に向かってきているということで、この10分20分の間に、ね、急に天気荒れてきたんですね。より風も強まっています。この時間 15.3 メートルの風が吹いています。瞬間的には2倍近くの風が吹くことがありますので、この時間外には出ないようにしてください。では最新の台風情報をお伝えします。台風の進路を見てみましょう。もう間もなくしますと北海道道東に再上陸する見込みがあるんですね。1時間に60キロのスピードで北上を続けまして、今日のお昼前にはオホーツク海へと抜けていきそうです。そして今日の午後には温帯低気圧に変わる見込みです。この台風まだ雨を降らせるエネルギーを持っています。雨雲の見通し、朝9時から動かしていきましょう。そして北海道では雨降り始めているんですが、午前中雨のピークですね。お昼前になりますと北海道から抜けていきますが、雨の降り方が強いです。北海道ではこれまでに大雨となっていますので、少しの雨でも危険な状態です。土砂災害や河川の氾濫、厳重に警戒してください。明日朝までに降る雨の量、多いところで北海道120ミリ、東北で50ミリとなっています。また風と波に関しても強い状態続くんですね。今日最高気温は最も高い熊本37度でしょう。中国、四国です。こちらも晴れる見込みです。最高気温、広島、山口、36度でしょう。近畿です。変わりやすくなりますので、急な雷雨にご注意ください。それでは、全国の時間ごとの天気を見てみましょう。台風9号の通過に伴い、北海道は午前中、大雨や暴風に警戒。フェルプス選手やボルト選手らと共に、議長選手の名前を挙げています。そこで、日本でも国民栄誉賞を授与される可能性が高まってきました。日本レスリング協会には、ファンから、議長選手は国民栄誉賞ですよね、との電話が何本もかかってきているということで、続いてはこちらです、はい、高額な報奨金が支払われます。日本オリンピック委員会はメダリストに金は500万円、銀は200万円、銅は100万円の報奨金を支給します。最高額は体操男子で2冠に輝いた内村航平選手の1000万円で、そして競泳男子の萩野公介選手が合計800万円で続いています。メダル41個の総額は1億4600万円になるということです。努力の一部が使われたね。何に使うんでしょうかね。さあ、そしてですね、永田町の関心は早くも4年後に向かっています。閉会式で安倍総理はスーパーマリオブラザーズのマリオに扮して登場し、自民党内では総理はやはり4年後も総理でいたいのだろうとの声が相次ぎました。そのために必要となるのは2018年9月までとなっている